はいどうもお疲れ様です。 TI クランのルーベございます。コロナ禍にいらない子がいます。レイス、ローバ、ミラージュ、ノンノンノン、バンページ、ノンノンノン、違います、レブラントです。皆さんにね、改めて問いたいんですけれども、普段レブラントって使ってます？使ってないですよね。カジュアルで嫌がらせしたい時しか使わないじゃないですか。一応レジェンドの使用率も言うておきますけど、カジュアルでの使用率は 1.7%、 まあたまに見るかなって感じで、ランクでの使用率 1%、 見ないっす。最下位です。あれ、ニューキャッス、いやいや、こいつは大会で見る。はい、というわけでレブラントって今ちょっとイマイチなんですよね。昔はちょっと強かったんですけどね、今はあのウルト置いた瞬間エフェクトが出るから、他のチームもうわデストーデム来るわ逃げようってなっちゃうんで、心の準備ができちゃうんですよね。というわけで、まあ、なんともこう微妙な立ち位置にいるわけです。サイレンスは強いと思うけどね。で、実は1年前ぐらいから APEX のバランス面の調整を行っている開発者の方が、レブラントの使用率が低いこと、そしてプレイヤーがレブラントに不満を抱いていることは認識はしていて、それを何とかしようと、運営開発はしていると、そういうふうに言っておられました。ただレブラントの調整ってめちゃくちゃ難しいんですよ。実はレブラントって今までめちゃくちゃ調整入っているんですね。まず最初レブって小柄属性やったんですよ。みんな小柄属性って覚えてる？レイス、ライフライン、パスファインダー、ワットソン、レブラントは体が小さいからダメージが他のキャラより多くなりますっていうね、こうデバフパッシブがあったんですけど、レブは別に小さくもないのに小柄パッシブが適用されてて、打ち合いめちゃくちゃ弱かったんですよ。あとウルトも、ウルトのデストーテムも激弱でした。あのデストーテム中に、まあ、死んだ時ね、今って体力が50残るじゃないですか。当時はね、1しか残りませんでした。はい、マジでただの保険です。ダメージレースで勝てるウルトじゃなかったんですよ。しかもウルト中って今でこそこうどこまでもこう突撃できるじゃないですか。当時はあんまり詳細は覚えてないんやけど、こう限られた数十メートルまでしかデストーテムで行けないっていうね、こうデストーテムから何メートル以上離れたらこうデストーテムが解除されちゃうっていう、こうなんか制約があったんですよね。これがマジでね、微妙やったんですよ。ほんで黙れ黙サイレンスもね、当たってから10秒くらいしか効果が続かなくて、しかもね、今って2発打ってるんだけど、当時ね1発しか打てないっていう、ほんまどうしようもないバランスでした。ただレブラントってやっぱ調整が難しくて、ちょっと強化したら強すぎやし、ちょっと弱体化したらゴミになるっていう、まあ、すごい尖ったレジェンドなんですね。でデストーテムとかサイレンスを強化した結果、やっぱりめちゃくちゃ強くなっちゃったんですよ。今みたいにエフェクトが当時は出なかったもんですから、急にデストーテム三人衆がオクタンジャンプパッドとかこうポータルで突撃してきて不意打ちしてくるっていうね、一時期のキングスキャニオンのランクではレブオクタンが流行りましたよね。第4回 CR カップもね、レブばっかりやった気がします。第5回かな、どっちか忘れましたけど、はい。ただ今はね、デストーテム置いたらこうエフェクトがボーンって出て、今度はね、うわデストーテム来たーっつってこう逃げられるっていう、で結局弱いってことであんま使い物にならないんですよね。まあ、非常に調整が難しいレジェンドでは、あります。で1年ほど前からレブなんとなんとかしようとね、開発者の言及があったんですが、最近はなんかレブの完全な作り直しみたいな噂もね、出回っているようです。おそらくパッシブとかアビリティ、ウルトが全く別のものになるんでしょうか。うちのチャンネルはきちんとこう公式パッチノートなどに基づいたものを動画で発信してるんで、こう噂段階で確定ではないものをここでは詳細にお話はしませんが、ただだとしたらなかなか胸熱な話ではあります。ここでリスナーの皆さんにも聞いてみたいんですけど、もしレブラントが別の能力にするとすれば、どんな能力にしたいですか？まあ、よければアイデアをコメントよろしくお願いします。自分ならそうですね、まあ、別能力じゃないけど、まあ、単純な強化なんだけど、サイレンスは強いから残したいですよね。で、デストーテムなんか置いた瞬間エフェクトドーンじゃなくて、なんか例えばデストーテム使ってる時は足音がめちゃくちゃでかくなるとかどうですかね。そしたらこうデストーテム置いたとこと、突撃しに行く敵のちょうど中間ぐらいで足音が聞こえてきて、まあ途中ぐらいから敵も気づいて対処できるみたいな、そしたらなんかバランス良さそうな気もしますけどね。皆さん、ご意見よろしくお願いします。はい、それでは今回ね、久々にレブラント使ってプレイしていこうかなと思います。もしね、作り直しだったらデストーテムもなくなるかもしれないからね。はい、じゃあ本編どうぞ。こんにちは。うわ、一歩おるわ。
あ、ごめん、全然無理やった。帰ってきて、もう。俺、あれやるわ。チャージタワー。エバクタワーチャージライト。そうそうそう。ブヤ、もう終わるぞ、時間。やばい、誰か私のこと殺して。オッケー。なんか、スーパーぐらいいたよ。あ、ね、ねえ、サンパメいる、サンパメ、ここに。サンパメ？うん。オクタン96、オクタン96。起こせるかな。俺カバーするね。ごめん無理俺。降りる。本当に無理。逃げるわ。すまない無理です。ライフライン一人。ライフライン一人。一人？オッケー。それルスさんやれる。ルスさんやれるこれ。あ全然。18ダメージ。やめてそれ。80。ナイス。ガンダマイン。ライフが60ぐらい割ってる。やった、あと一人。ナイス。頼む、スワップ。待って、巻きます。削れた？うん、割ってる。いいね。もう限界かも。あー、へい。任せろ、これ新品だぞ。ありがとう。デストセブン、73%です。ん？ああ、お前はもう終わりだ。大丈夫、まだバレとらへん。バレとらへんか。なんならやり合って、やり合ってますね。やばい。打ち下ろせそう、それ。どれ？打ち下ろせそう、敵。下にいる？無理、結構離れてる。あ、オッケー、チャージライフルは撃てるってことね。あ、そうだね。じゃあ9やわ。キモい。キモいいただきました。下降りた。下降りた。デストーテムでこれ行く？下。63。ジャンパーないもんねでも。プライド36。これって72やなこれで。アモないんすよ僕も。アンチ行きましょうか。マッカ。おい。スナイパーもないかな。あるん、っていうかロングボウあるやん。ロングボウしよう。そうで、かかちゃん。でかすぎ。特進で待ちめーす。お？やんのかてめー。デストーテム96%です。あ、あれ。110。天才かな。ジャンパー溜まったら言って。オッケー。溜まる？溜まるわ。オッケー。行くよ。いっせーの、で、はい。はい。いけーす。やべ。あ、これ全然下手。え、ジャンパーあった、もう一回いっちゃうんだこれ。やってるやってる。これ入ってる。この裏。すごいな。この下。待って、マミリいる。めっちゃいるここ。めっちゃいるラージ。86。この辺先輩いるよ。うわ、マジか、払いさんの。それ。まだこれアンチがしてる俺。やばい。あ、やっちゃった。ちょっと待って、間違いだったわ。エイペックス歴4年。俺エイペックス4年半の死に方じゃないで今マジで。ガチでひどかった。今世紀一番ひどいプレイしたね。1ヶ月目くらいのやらかしたって。不思議だ。取れたか。